どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、サメを使って遊ぶゲーム、お宝ゲットスリリングシャーク、こちらで遊びたいと思います。大きなサメの中にこのね、小さいパーツを入れて、この森みたいなので、こう多分ね、こうすくい上げて、こう取っていって、途中ガバッとこうね、やられちゃうって、まあそんな感じじゃないのかな。それでは取り出します。サメ大きい、かわいい。サメの口にセットするパーツがですね、こちらとなってて、あ、すごい、いろんな形がある。オレンジの方もね、形、あ、全く同じで、こう2色になってるみたいです。さっきの小さいパーツをこう取り出す、先端がフックのやつですね。これね、2本あります。だから、2人で遊ぶことができるようになってるようですね。白いね、魚の骨も入ってた。赤色の四角いの、これサイコロで、はい、ラベルを貼ります。ラベルにさっきの小さいパーツの、イラストが、こうやってね、書いてあって、多分こう転がして、この出たのをすくい上げていくんだと思います。こちらの大きなサメにですね、ヒレをセットします。横に差し込んで、反対側も同じようにヒレを差し込む。あとは目のラベルをペタッ、反対にもペタッと貼って、サメ完成。全長が約30センチで、かなり前にね、ご紹介した、これ下に置いてこう動かすと、頭がこの優雅な動きをするイマジネクストのサメ。これめちゃめちゃ大きいんだけど、あ、やっぱりね、ちょっと小さいね、これと比べると。はい、まあ幅も、全長もやっぱこちらの方が小さいですね。サメの目つきがちょっと悪いで、体にこうね、傷が入ってて、やんちゃな雰囲気がすごい出てる。で、ゲームで遊ぶときに口を開けるんですが、はい、まあこんな感じで、おお、はい、開けることができて、どうやったらロックするんだろう。あ、わかった、さっきのなんかね、あの小さいパーツ、お宝ってなってたんで、お宝をここに置くみたいで、置いたらちょっと重くなるんでね、こう開いた状態になると。そしてフックで吊り上げていくと軽くなってきて、だんだんね、でパチッとこうね、サメの口が閉じるようになってて、サメに噛みつかれたら負けのようですね。まあすごい簡単なゲームですね。で、この口の奥も結構ね、深くなってるから、なんかアニアのフィギュアとかね、あの口の中にこうやってね、あの隠して入れたりなんかもできそうですね。背中にはね、背びれがあって、あと後ろの尾はですね、ちょっとこう上に上がっててですね、なんか可愛らしい、まあ、全体的にちょっとこうね、あの丸みのある形になってて、尖ってないから、うん、なんかね、痛くない、安全ですね、これはね。2色のお宝、いろんな形あるんだけど、これをカットしてサメのゲームやっていきます。まずね、サメの口を開けると、口の中に、はい、こちらお宝、こんなの、あ、奥の方に行ったらまずいよね。はい、ここにセットすると、まあ、色はどっちでもいいとかかな。口の中パンパンになってきた。あと魚ですね、の骨を、はい、まあ適当に置いて、で離しますね。おー、すげーちゃんと開いた状態にセットされた。反対から見るとこんな感じとなってて、わー、口の中お宝だらけで、素敵なサメが完成しましたね。まずね、このサイコロ使わずに、まあ、どんな感じなのかっていうのをね、ちょっと確かめたいんで、サイコロ振らずにこのフックを使ってね、取っていきます。ではね、お宝取っていきます。まず1個目、まあ、ここはね、余裕でしょう。多分ね、5個ぐらいまでは全然余裕に取れると思う。はい、2個目、あ、なんかね、気持ちいい、これ。次、3個目ね。もう2個ぐらいいっぺんに取っちゃってもいいかも。はい。3、4ですね。はい、3、4。2個同時。はい、5個目。さあ、どんどん行きましょうか。はい、6個。7個。おぉ、ちょっと今、口動いた。やばいかな。はい、では、8、おぉ、動いてる。8個。次が9個ね。お、なんか怖いよ。9個。この丸いのが重いと思うんですよ。だから、小さい方行った方がいいと思うんで、これで10個かな？
そろそろね、閉じてもいい頃、11個目。おー、11個目。で、12個目ですね。あ、怖っ。12、10、これ重いからな、13だったっけ ?13。多分ね、これを行くと、多分ね、口閉じるような気がするんで、この小さいの行きましょう。14?あ、なんか動いてる。なんか口上に上がってない?次、15、小さいの行きますね。おー!あーははは!シンプルなんですが、こんな感じです。まあ、特にこう、サメがこう噛みついた時の音とか、まあ、そういったドキッとすること、そんなないね。サメの口から14個のお宝をゲットできたんですが、これ本来サイコロを転がして、こうちゃんとね、このどれを取ったらいいのか、こう決めてから取るんで、難しいはず。もう一度、準備して、このサイコロを使ってゲームスタート。転がして、まずは、はい、これ、人手と、あと、貝?まあ、色はどっちでもいいと思うんだけど、人手に、ホタテ貝みたいなやつ。あ、落ちる落ちる落ちる。下の方から取るのがね、難しい。はい、いけたよ、これ2個目。サイコロ転がします。これはね、怒りに、あと、タツの落とし子。いや、怒りね、結構重いからね、置いときたいんだけど、はい、取りますね。よいしょ。タツの落とし子、ここにいてる。あ、救いやすい。3回目。連続のタツの落とし子と、あとボトル?まずはね、ボトル、ここにあるんで、はい、救い上げて。で、タツの落とし子はね、さっき紫取ったから、オレンジしかないんですよ。これ探すのが嫌ですね。あー、これ難しいな。やっぱサイコロ振るとかなり難しくなる。よいしょ、いけたー。4回目。また同じの出たよ。人手と、貝ね。あ、すごい、これダブルで取れそう。はい。2個連続すくい上げ。次ね、5回目かな。また同じの出ましたよ。これ、あったっけ?そう、タツノオトシゴなくて、怒りだけですね。わ、これ重いから。やばいやばい。すくい上げます。わ、なんかね、動いてる気したけど大丈夫かな?次行きましょう。そろそろ危ない。重いのなくなったから。なに、また同じの。もうないね、今の。さあ、あ、目覚まし時計に、これ何かな?ホイールみたいなのですね。まずは、はい、ここ手前にいてる目覚まし。はい、すくい上げて。で、ホイールね。これは、ホイールか何かわかんないけど。これ、取ったらやばいんじゃない?結構重いから。いけたー。もうでもね、あと一個、あの、ホイールみたいなの出たら、もうダメかも。タツノオトシゴに、あとボトルね。ボトルは、はい、ここにある。え、あ、やばいやばい。おー、怖い。そろそろ口閉じますからね。怒りにブーツですね。新しいの出た。怒りはもうないんでブーツ取りますね。この、あ、ここがいいかな。おー、いけた。多分次ぐらいもうやばいんじゃないかな。なんかバネ動いてるもんね。なんか音でわかるかも。あ、いいですね。怒りにブーツ。あ、いいの出たね。怒りないからブーツですね。ちょっと小さめなんで。あ、ダメだ。ダメな時、ちょっとすくい上げる手前ぐらいでなんかわかりますね、これ。こちらのお宝ゲット、スリリングシャーク。スリリングってほどでも、なかったね。なんだろうね。うん、なんかこう、持ち上げてる途中ぐらいから、あ、閉じるなってなんかわかるから、うん、なんか、もうちょっとこう、サウンドが鳴るとかね、なんか、わーっていう、こう、びっくりするような、なんか、そういったのがもうちょっと欲しかったかな。他のと比べると、ちょっとドキドキは少ないけど、まあ、小さい子からもう大人までね、まあ、幅広いそうで、こう、遊べるなっていう感じですね。ね、この、なんだろうね、口閉じる勢いが、
ちょっと弱いからなのかな、バカーンってなるとねびっくりするんだけど、ゲーム別としてサメの形はね可愛いんで、サメ好きの方よかったらぜひね参考にしてください。これトイザラさんに売ってましたね。動画の方ね最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメントに高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。